生徒さんの、マウスピースをちょっと吹かせていただいてます、ダダリオウィンズから、セレクトジャズという、モデルですね。 DOM という、サイズの一番標準的なサイズの、マウスピースです、こちらはですねとリードメーカーの有名な、リコーが、買収されて、ダダリオという大きい会社に買収されたんですが、こちらのダダリオが、買収して、まあ、満を持して出したマウスピースということで結構注目が、高かったマウスピースです、基本的にはニューヨークメイヤーの、ヴィンテージのものですね。ニューヨークメイヤーの、コピーを目指して作られたモデルで、だいたい D5M が普通の現行のメイヤーの5番と6番の間ぐらいのサイズということで、サイドレールとかティップに関しては非常に綺麗にできています。これもですね、よいしょ、ハンドルが普通ないかな、中は非常に大きくできているので音がボームになりつつ、キレのあるサウンドも出しやすいということで、非常におすすめのマウスピースです。値段も普通の現行のメイヤーよりも下手すると安く買えます、ぜひ吹いてみてください。意外と、楽器屋さんにたくさん置いてあったりするので、ぜひ吹き比べることができた場合は吹き比べるとまたちょっと自分好みのも見つけられるかもしれません。ぜひ吹いてみてください。それでは、ありがとうございました。